マルコポーロは、ブラジルリオグランデドスル州、カシアスドスルに本社を置く、バス製造業者である。マーコポロ、シファール、ニオバス、ボラーレといったブランド名を使用している。1949年に設立され、都市間高速バス、国際線で使用される大型バス、観光バス、路線バスからマイクロバスまで、幅広い分野の様々な車種を製造している。 ブラジルで製造されるバスの半分以上を生産し、60カ国以上に輸出されている。ブラジル国内の4箇所に工場を設けているほか、アルゼンチン、コロンビア、メキシコ、ポルトガル、南アフリカ共和国、ロシアにも工場を設けている。また、マルコポーロ社の技術は中華人民共和国に輸出されている。加えて、ただ、 モーターズとジョイントベンチャーを結成することで、インド市場に参入している。この他、ドイツのフォルクスワーゲン社のブラジル現地法人のフォルクスワーゲンドブラジル社との提携も行っており、フォルクスワーゲン製のシャーシにマルコポーロ社製のボディを組み合わせたバスを販売している。ホーム、マルコポーロ社。2009年11月21日閲覧。ありがとうございます。